か、もう持たない、勝手に持ってくれない。1パックなんかお一人様1パックでゲットできました。なんかなかったですけど、なんかお店の奥にポケモンカードのスターターパックとか置いてたので、なんかありそうなんですけどね。
出なかったな。スノーハザードもなかったし、出なかった。ちょっとここはあるかと思ってたんですけど、ちょっと想定外ですね。これはI'm sorry.
なんか151はなかったんですけど、スカーレットとバイオレットそれぞれありました。静かな。
ったですね、ポケモンカード。予想通りなかったですね。ちょっとじゃあ次はセブン行きましょう。次もなさそうだ、知らないな。売ってるとこ一回も見たことないです。はい、ありませんでした。
はい、ポケモンカード151コンビニで買えるのか発売当日にって言ったところでやってみたんですけども、1枚だけ買えました。1パックだけ買いました。で、行ったコンビニはミニストップ1軒、ファミリーマート1、2、3軒、セブンイレブン1、2、3、4、5軒、合計9軒のコンビニ行きました。で、買えたのは、唯一買えたのはミニストップ1軒しか行ってないんですけど、ミニストップ、ただここが一番遠いですね。で、しかもまあまあの田んぼの中にあるっていうところで、やっと1パックだけでゲットできました。で、あとはこのセブンイレブン、あるとあるセブンイレブンでこちら売ってましたね。レジのところで3パックずつ。はい。で、恒例の重さを測ってみるっていう話なんですけども、このバイオレットとスカーレットは重さでもう完全にキラーが入ってるかどうかわかります。じゃあちょっと確認してみますね。はい。8.5 ってことはもうこれキラーじゃないですね。ちょっと幸先悪いですね。キラーじゃない。あ、キラーじゃない。あ、ノーマルやん。え？あ、8.5。あ、これは 9g。あ、9g。あー、なるほど。キラーはおそらくこの2パックだけですね。これはどうなんですか？僕はこれまだね、ほんとこれ1パックしか見たことないんで。重さの、お、あ、そっか、これ結構、ランダム7枚入りなのか。必ず、あ、キラ、2枚キラカード。必ずキラが入ってるのか。だから重さじゃわかんないんですね。はい、って言ったところで、これが、これ9グラム。9グラム。なので、順番としてはおそらく、ノーマルしかないであろう、バイオレット、このノーマルであろう、スカーレット、で、キラーが入ってるであろう、スカーレット、最後、ポケモンカード、開けていきますね。はーい。もう、感じですよ。もう、パッパッパーっていきますよ。パッパッパーっていきますよ。はい、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 はい。はい、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 はい。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 よいしょ。ポケットドロ。はい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 。はいはい。はい。はいはいはい。はいはいはい。思い通りですね。全部ノーマルでしたと。やっぱ重さで見分けられますね。はい。じゃあこれいきますね。
重さでわかるんで、あまりパックごとで買いたくないんですよ。あ、うん。あ、コイキング。いいやん、これ、コイキング A も。こんなコイキング A いいじゃん。ノーマルですけど、コイキング僕好きなんで、いいっすね、コイキング。コイキングコレクターになりたいですね。はい、じゃあ、今からキラが入ってると思われるパック、開封していきまーす。はい、はい、はい。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 は、はい。お、アートレアやん。パピモッチやん。もちもち、跳ね回る。いいやん。これ、アートレア。アートレア来ました。いいじゃん。パピモッチいいじゃん。パピモッチ。はい。これも開けますね。これも。アートレア。アートレアは、アートレア。ふんふん。はい、まあいいや。はい。お、これも今ね、一瞬光ってたんで、やっぱキラーが入ってますね。ただちょっとこの光り方は、はーい、普通のレアでした。ヒーラッシャイ、ヒーラッシャイみたいな感じですね。はい。いう感じです。じゃあ、今日の本番というか、これいきますね、これ。さあ、何が入ってるんでしょうか。ポケモン151いいっすね。この初代ポケモンから遊んでる身としては、すごくいいですね。はーい。ゴース、いいですね。もういいですよ。この絵も、すごいいいですしね。僕、これすごい、いいですよ。ゴース、ポケモンもね、めちゃくちゃ好きで、絶対、ゴースパーティーに入れてましたね。ゴースゲンガー。ゴーストゲンガーか。はい。じゃあ次行きますね。カモネギ懐かしい。懐かしいカモネギ。居合切りとかを覚えさせてましたね。はい、コダック。15。お、伝説のポケモンファイヤー。っていう感じでしたね。あ、ゴースト。ゴースト。へぇー。あ、今回の、全然キラじゃないですけど、ゴースいいじゃないですか、この絵柄。クレヨンで描いたみたいな。へぇー。こうなってくるとゲンが欲しいですね。ただ、キラは、あれでしたね。でもこのジュゴンのキラなんかちょっと面白いじゃないですか、モンスターボール、アンコモンですけど。ファイヤーですね。伝説のポケモンではあるんですけども。リアリティ的にはそんなに高くないですね。はい、こんな感じでした。残念っていう感じですね。で、今日はビッグカメラのポケモンカードのそのファイルセット。で、ファイルセットの中にこれが5パック入ってるみたいなので、それも買ってきて開けたいなと思います。はい。まあ、外れちゃいましたけど、運動にはなりましたって感じですね。では、また開封していくので、お楽しみを。